実写映画版のバンブルビーバンブルは、ハスブロト・タカラトミーが展開するトランスフォーマーシリーズのキャラクター。以降のシリーズに幾度も登場する。戦え、超ロボット生命体トランスフォーマーの第一話、地球への道から登場。声を担当したのは、英語版がダンギルベザン、日本語版が潮や翼。サイバトロンの小型戦士、 ミニボットの一人。セイバートロン星にいた頃は、部から本体と一体化した翼の広がる、円盤型エアカーに変形していた。地球では、フォルクスワーゲンビートルをスキャンして、それに変形する。人懐っこい性格で友人を守るため勇敢に、戦う。仲間内で最も小柄であり、体力面でも劣る。しかし、己を卑下することはなく、勇気に吉 それらを生かす行動力を備え活躍が多い。テックスペックでもミニボットであることへの誇りを感じさせる。一人称はオイラで口癖はホーンと。大型オートボットの中でもコンボイ、オプティマスプライムを心から慕っている。アニメでも作戦に成功すると早くコンボイ司令官の喜ぶ顔が見たいな敵地で死を覚悟すると。 コンボイ司令官に、さよならを言いたかったよ、と、コンボイへの思いを口にしている。また、その体の小ささから来る隠密性と勇気は、肉体的な弱さを補ってあまりある。サイバトロンのメンバーの中で、最も燃費と視力に優れている。左腕に無線が、左肩に、レーダーがそれぞれ仕込まれており、カーモードでは潜水機能を有する。武器としては、 通常のビームガンのほか先端が3つ差の行状になった水中銃を使用したことがある。地球の少年スパイクと親しくなり、スパイクとは彼を乗せて移動するシーンも多々あり、たびたび行動を共にするようになる。第25話、メガトロン地球制服作戦パート1で、メガトロン、メガトロンの危険によって、地球人が自分たちを悪と思い込まされた際、仲間が、 だから信用できないというと、一番の親友は、人間、と反論した。名前の由来は、丸浜鉢。戦え、超ロボット生命体トランスフォーマーでは、第1話より登場。地球人の少年スパイクと親友になり、彼をはじめ多くの仲間と共に全編にわたって、活躍した。OVA、スクランブルシティ発動編では、 スクランブルシティ建設に従事しているスパイクに休憩を促していた。ザ・ムービーではスパイクと共にムーンベースに似てデストロンを監視。メガトロンが倒れた後ユニクロン、ユニクランに襲撃され、ベースに自爆装置をセットし、シャトルで脱出を試みるも捕食されてしまう。その後ユニクロン体内で処理されそうになっていたが、スパイクの息子、ダニエルの手によって救出される。 2010においても引き続き登場。地球のサイバトロン基地に残っていたが、ダイナザウラー戦で破壊されたことをきっかけに、他のミニボットと同様に、スクランブルシティに配属。宇宙ペストによる動乱の際は感染した、スペリオンの手により負傷。瀕死の重傷を負うが、クインテッサ聖人の手で、ゴールドバグ、ゴールドバグとなって再生される。 テレビマガジン版トランスフォーマーの第2話では、東京の街を、主人公の少年ケンジと共にパトロールしていた際、サウンドウェーブ率いるカセットロンに襲われるが、起点を聞かせ撃退している。作画を担当していた、マガミ版は、お気に入りキャラにバンブルをあげている。ニューミクロマンのミクロロボットカーの流用。トランスフォーマーでは、11のナンバーを与えられ、 1985年6月に発売。1986年に海外と同じブリスターバックにて C-56 として販売された。型変更した同型キャラとしてクリフ、クリフジャンパーとハブキャップ、ハブキャップがいる。国内での発売当時は赤いバンブルが混入されることもあった。 金型がクリフと同じだったために赤いバンブルと黄色いクリフが生産されたという説があるが真相は不明。また、双方ともにアニメでも作画ミスという形で登場している。さらに、バンパーと呼ばれる本来ラインナップに入っていないファミリアタイプまで混入する始末だった。2003年3月には海外で発売されたトランスフォーマーズキーチェーンが ミニボットキーチェーンとして復刻。シークレットとして、ブラックバージョンも存在する。2004年1月には、トランスフォーマーコレクションの20ミニボットチームとして復刻され、顔がアニメに準拠したものに回収されている。2008年7月には、トランスフォーマーアンコール09版ブルワンドミニボットとして回収版がさらにアニメに準じた、再色で復刻された。 ゴールドバグはスロットルボットとして発売。全米によるブルバック走行ギミックが加えられた。その他のガンブプリテンダーではゴーグルを付けたアウターシェルをまとって登場。日本ではインナーロボットのみがマイスター、ジャズ、グリムロック、グリムロックスタースクリーム、スタースクリームとの4体セット商品、ヒーローセットとして販売された。 トランスフォーマーアクションマスターでは12もなるヘリパック、ヘリーパックが付属している。海外版 G-2 において日本では未発売だった金メッキ仕様になった初代玩具が再発売された。ゴーボッツでは同じく日本では未発売だったハイビーム、ハイビームの色違いとして登場。日本オリジナルのカーロボットでは スパイチェンジャーの X カーとして発売された。マイクロンのウィーリー、ハイワイヤー、バンク、グラインドル、アーシー、シュラショックの合体した姿が、日本では、バンブルと呼ばれる。G1 に登場した、バンブルや、ウィーリーと同様、子供と熱い信頼関係にある。続編、スーパーリンクに登場した、クリフジャンパーは、日本版では明言されていないが、 海外版では同一の存在という設定。日本では2002年12月27日に MM-01 ストリートアクションマイクロンのとして発売。2003年2月1日にはアニメに準拠した色にスーパーアニメカラーバージョンがアニメ OP シングル CD に付属。2003年11月19日発売のマグナコンボイデラックスセットには エクスディメンションズバインが同梱された。オルタニティ A-03 では、鈴木スイフトスポーツのチャンピオンイエローカラーとして登場。クリフも同系のシュプリームレッドパールカラーとしてラインナップに加わる。海外の玩具展開、トランスフォーマーズクラシックスにて発売されたものの、塗装変更品。プジョー206に似たカーモードで登場。フライトパックに変形する。 水上オートバイが付属する。国内展開の変形。変形。トランスフォーマーでは C-02 のナンバーを与えられて2008年3月に発売された。サイズは海外版の基準でデラックス。開発担当はアレックス・クバルスキー。実写映画版に習い、アニメーテッドでの日本名もバンブルビーとなった。アースモードは 黄色いコンパクトカーの覆面パトカーに変形し、サイバトロンモードはバギー型のビークルに変形する。第4シーズンでは新たに黒色のライン塗装や肩の形状のデザインが変更する予定であった。声は、英語版が、バンパーロビンソン、日本語版は、岸尾大輔が担当。日本版玩具の投資番号は、t l a に。トランスフォーマーユナイテッドにおける名称は実写版。 アニメーテッドと同じくバンブルビーである。海外のトランスフォーマーを題材にした t v ゲーム、トランスフォーマーズ、ウォーフォーセイバートロン版バンブルビーの玩具家である、サイバトロンモード、UN02 と、地球モード、UN07 の2種類がある。サイバトロンモードには、セガ製、アーケードゲームで使えるカードが付属。海外の玩具展開、トランスフォーマーズジェネレーションズにて発売されたものの、 塗装変更品。こちらでも実写版以降定着したバンブルビーが名称として使用されている。イデューパブリッシングにから発行されているアメコミ作品ザトランスフォーマーズロボッツインディスガイズに登場する姿を再現したメトロマスタークラス TG-24 とザトランスフォーマーズに登場するスポーツカータイプのデラックスクラス。 TG-26 が発売された。ただし、TG-26 は、カラーリングが、ゴールドバグに似せてある上、バンブルビーゴールドバグという商品名に変更されて、おり、実質日本オリジナルのキャラクターとなっている。海外版、ジェネレーションズでは、ザ・トランスフォーマーズのカラーリングを忠実に再現した、デラックスクラスバンブルビーと、ザ・トランスフォーマーズ。 ダークセイバートロンにおける姿を再現したリデコ商品デラックスクラスゴールドファイヤーが発売されている。ありがとうございます。